LG Electronics LGV20L-01 JLG Electronics LGG シリーズ L-01 JV20 Pro L-01J は韓国の LG Electronics によって日本国内向きに開発された NTT ドコモの第4世代移動通信システム第3.9世代移動通信システム第3世代移動通信システム対応端末であるドコモスマートフォンの一つ G2L-01F の事実上の後継機種で、同社の NTT ドコモ向け端末では、久々の高機能モデルとなる。グローバルモデルである、LGV20 の日本国内ローカライズモデルとなるが、画面サイズは、V20 の5.7インチから5.2インチにサイズダウンしており、バッテリーは着脱不可となっている。大きな特徴として、B& オープレイが音響面で監修を手掛けており、原音を忠実に再現することが可能となっている。また、DAC に ESS テクノロジー製の32ビットクアット、DAC-ES9218 を採用しており、クリアな音で再生することが可能となっている。付属品として、B&O ープレイとのコラボイヤホンが同梱されている。カメラ面では新たに、メインカメラに135度、 サブカメラに120度の広角レンズを採用。人間の視野角よりも広範囲で撮影することが可能となっている。さらにメインカメラはデュアルカメラを採用している。その他にも画面上部にサブディスプレイとしてセカンドスクリーンを搭載しており、画面をオンオフすることなく日付や時間の確認をしたり、他のアプリを起動中に、 新着メッセージの確認をすることが可能となっており、さらによく使用するアプリにも素早くアクセスすることが可能となっている。なお、日本独自機能として、防水、放送受信機能を搭載しているが、赤外線通信には対応していない。au 向けの兄弟機種である LGV34 と異なり、カラーバリエーションはタイタンの一色のみ。キャッチコピーは動画、写真、 音、すべてが、匠クオリティ。ありがとうございます。